ていきましょうか。よろしくお願いします。さあ後半戦池袋決戦いきましょう。さあ黄色チームは2ゴールの飛び道具、さあ右サイドいきなりドリブル仕掛けてくる、中央ナイス。さあここは寄せていきたい黄色チーム、左サイドはワンタッチ、まずは様子見、長いボールナイス。さあここでカット、さあ中央から黄色チームワンタッチ落として右サイドオーバーラップ、さあ中央つないでくる、2人で突破してくるが長いボールナイス。さあまだキープ、まだキープ。さあこれサイド、サイド出てますね、すいません。赤ボールでいきましょう。さあ赤ボールから再開、さあまずは立ち上がり中央ドリブルから左サイドフリーナイス、ゴール前は通さないナイスイン。さあここでいいボール、あとはキーパーだけ、中央走り込んでくるシュート、いやナイスキーパー、ここはゴール線強い。さあ長いスローダイレクト、いや気持ちいいけど枠に飛ばない。さあ黄色チーム早いリスタート、中央ここは一旦落ち着かせて、一旦後ろ右サイドドリブル、ドリブル突破ナイス、フォローが欲しいナイスイン、囲まれる強引に来るナイスイン、黄色ボール。さあ黄色チーム右サイドからの攻撃、中央来るか、2点、いやいきなりいきなり2点ゴール突き刺したナイス真ん中からいきましょう、真ん中からリスタートいきましょう。さあ赤チームいきなり追い込まれたか、2点差ナイス。さあ中央からシュートに来るか、スペースがある、左サイドナイス。さあゴール前に2人、さあ赤チーム1点ずつ、1点ずつ返したい、惜しい。サイドライン黄色ボール、さあ右サイドから黄色チーム、前から3人プレスを赤チーム、長いボール中央、これがつながる、うまい、また来るか、2点ナイス。さあ左サイドキープして、ここはカットが入るナイス。さあ今度はカウンター、右サイドからの赤チームの攻撃ナイスイン、ナイスディフェンス赤ボール。さあ右サイドから赤チーム、まずは1点返したいところ、立ち上がり、さあゴール前に1人、ここは寄せてくるナイディ、ナイスディフェンス、縦に預けてゴール中央は誰もいない、赤ボール。さあ逆サイドナイディ、でキーパー交代しましょう、黄色チームキーパー交代しましょう、黄色チーム、黄色チーム先にキーパー交代しましょう、あごめんなさい、黄色チームキーパー交代です、大丈夫ですか、ありがとうございます。さあ赤ボールから再開いきましょう、立ち上がり終わって2対0、いきなり2点ゴールぶち込んできたのは黄色チーム、さあ赤チームいきましょう、ナイスカット、危ないカウンター、さあ中央から右サイドちょっと長いかナイス、いやー惜しい、これは走らせすぎたか、赤ボール。さあ左サイドから右サイド赤チーム、さあドリブルが中央ポストプレー、ナイディナイスディナイスフォロー、さあここもナイディ、赤ボール。さあここは逆サイドに展開、中央ワンタッチポストプレー、さあターンしてスペースがある、打ってくるか、右サイドフリー、ゴール前、いやー惜しい、これは振り切れず、ナイスクリア。さあ黄色ボール、さあキーパーから長いスロー、ここは高いポストプレー、ナイス、うまいかわして狙ってくる、いやーこれは見てない、これは見てない、赤ボール。さあ赤チーム1点が遠い、2点差、右サイドフリー、さあチャンス打てる、シュートがある、キーパー正面、まだある、セカンドボール、赤チームナディ。さあ今度は黄色チームの攻撃、最終ラインから右サイド早い上がり、内防、さあ中央から3対2ゴール前チャンス、また来るヒール、いやナイスキー、危ない。さあ赤チームこれはチャンス、カウンター3対2ボール、内防、いやナイスキー、いやナイスキーパー、赤チーム1点が取れない、惜しい、サイドライン赤ボール。さあ中盤戦2対0のまま、ナイスカット、ここも黄色チームいい出だし、さあ中央ポストプレーからターンして、ここはしっかりとマークがつく赤チーム、前からプレスに行きたい、さあ中央ポストプレー一旦落として、ここはゆっくりと後ろでつないでくる黄色チーム、前に2人、さあオープンスペース、ここも寄せてくる赤チーム、ナイディ前で取れるチャンス、危ないナイディ、いやー惜しい、ナイスディフェンス。でキーパー交代しましょう、黄色チームキーパー交代お願いします。さあ行きましょう、残り時間あと2分、2対0、赤チーム点を取れるのか、ナイスカット、チャンス、さあワンタッチ、これもつながらない、さあ逆に1対1、チャンスになる、ここは赤チーム戻りが早い、危ない、誰もいない、これは危ない、シュート、いやここで1点差、ナイスゴール決めてくる。さあ真ん中からリスタートいきましょうか、さあ2対1、さあ行きましょう、黄色ボールから再開、ここでプレスに来る、ここでプレスに来る、一気に畳みかける、危ない、いや
ナイス。さあ2対2同点、追いつかれた黄色チーム、残り1分いきましょう。黄色チーム、さあ中央から左サイド、ワンタッチ、これも繋がらない。さあここはカットできるチャンスか、ナイディ、ナイス。さあリフティングから浮かせたボールは赤チームがクリア。さあこれをカットは黄色チーム、ゴール前チャンス、ダイレクト、これが繋がらない、ナイディ。さあここは切り返してカット、危ない。さあ大丈夫か、大丈夫か、ちょっと見ましょうか、ちょっと見ましょうか、大丈夫か。足元滑りやすいんで気をつけてください。残り30秒なんでいけますか黄色チーム。できるか、よろしくお願いします。さあ黄色ボールから再開、中央、残り時間あとわずか、一人で奮闘、ナイス。逆サイドはナイディ、こぼれ球、ナイボール、こぼれ球、いやー、うそー、うそー、3人で気合が入ったが決められず。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあラスト2対2同点、中央から右サイドダイレクト、逆サイド展開。さあラスト、ダイレクト、うまい、いやー、完璧。これはカズの優位が出たか、ありがとうございます。3対2赤チーム勝利。じゃあ次1と3の方ですね。ごめん、アウト、これボールでいいな。あれ無理だ、難しい、どうしよう。それか、あの、1回方いらっしゃいましたら、すみません、ご協力お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。チーマーだけ、はい、こちらでもお願いします。ありがとうございます。はい、はい、さあ、ちょっと赤っぽくえ、ビブナシウムの方です。でビブナシウムキックオフで真ん中から行きましょう。さあ行きましょうか、後半2戦目。黄色チームは2点を狙っていく、ナイスカット、いきなりカット。さあ縦に預けてワンタッチ中央カット、さあ今度はビブラッシュ、危ない、ナイスディ、ナイスディフェンス。ここはしっかりと戻ってくる黄色チーム。さあ右サイドから逆サイドにいいボール、さあゴール前に2点が控えてる、ナイボーシュート、いやー惜しい惜しい惜しい、またいきなり2点ゴールを狙ってくるのは黄色チーム。さあ左サイドから右サイド中央ワンタッチ、ナイス、ポストプレーしっかりと抑えてくる、ナイボー。ここでカットは黄色チーム。さあ左サイドオーバーラップ、さあスペースからシュート、いやー惜しい、これはゴールライン、コーナーキック。さあ黄色チームチャンス、さあ後ろからワンタッチダイレクト、中央ナイスディ、さあここは危ない、シュート、いやーナイスキー、こぼれ球は、こぼれ球はビブラシウムを抑える、ナイスディ。さあそのままプレス、3人3枚プレス、ナイス、うまい。さあ中央から逆サイドフリーダイレクト、いやー惜しい。さあ長いスロー、ナイスクリア。さあもう一度黄色ボールから再開いきましょう。さあゆっくりとここは行きましょうか、落ち着いていきましょう。さあ右サイドに展開、中央に1人、さあシュートで来る、いやー惜しい、ここは枠の外、ビブナシボール、ワンタッチ、ワンタッチあり、ありがとうございます。じゃあ黄色ボールでいきましょう、コーナーキック。さあ黄色チームシュート、危ない、こぼれ球、ゴール前、ナイス、うまい。さあここは中央、中央から1人戻ってくる、速いドリブル、左サイドから中央フリー、ゴール前、左足、いやーナイスキー、こぼれ球、ナイス、いやーここはクリアが入って黄色ボール。
さあ黄色チーム落ち着いていきましょうか。右サイドからさあ縦に流れてくるワンタッチ中央、さあ打ってくるか右サイド。盤石の藤井はリブなしチーム、ゴール前硬いシュート、ナイスブロック、サイドライン黄色ボール。さあ右サイドから黄色チーム中央に1人、さあここは近くでスライドワンタッチ繋いでくる、狭いところナイボー、いやー惜しい、ここはそのままゴールラインビブラシボール。さあ立ち上がり1点先制したいところ、両チーム右サイドいいボールダイレクト落としてシュート、いやーナイスゲイ、こぼれ球、ここは黄色チームがしっかりとキープ、ナイス中央、さあうまい、2人かわしいの右サイドナイフォー、そのまま流れてゴール前チャンス、ナイスうまい、チャンス右足ナイスでいい、キーパーはですか、ですか、足元気をつけてください、あキーパーからいきましょう、キーパーからいきましょう、ビブなしボールキーパーからいきましょう。さあビブなしボールで再開、右サイド長いボール、これは直接相手側のゴールキーパー。さあ立ち上がり未だに0対0、中央ナイス、さあ中央から右サイドの展開、縦に流れてくる、つながるかない、もういやー惜しい、これはポスト、さあ今度はビブラシブうまい、早い、ここは戻りが早い、戻りが早い、黄色チームナイス、さあ今度は左サイドライディナイスディフェンス、さあここはサイドですね、さあ黄色ボール、さあ左サイドから黄色チーム中央に2人、これはつながらない、サイドライン終わってビブラシボール。さあ左サイドから中央ビブナシチーム、両チーム未だに無得点、さあ縦にスペースがある、ドリブル突破、ドリブルうまい、ナイディナイディビブナシボール、さあ中央からスペースがある、シュート、いやナイスキー左手一本ナイスキーパー。さあコーナーチャンス、コーナーチャンスはビブナシチーム浮かせたボールカット、ここはつながらない、さあセカンドボールビブナシチーム中央フリー、左足、いやー惜しい、これはジャストミートできず、黄色ボール。さあ中央から黄色チームポストプレー、ターンして左サイド早い上がり、ナイディ、ここも出てくる長い足、ナイス惜しい、サイドラインビブラシボール。さあ右サイドから中央はビブラシチーム前に2人、ここはゆっくりと押し上げてくる、全員攻撃、最終ラインに3枚、さあ左サイドからスクエア、中央カット、さあカウンターチャンス、3対2ナイボー、いやちょっとトラップ流れたがナイスキーパー、ここはナイスキーパー。さあ今度はビブラシボールの長いボール、右サイドトラップがちょっと流れたか、ナイス、さあ2対1ゴール前フリーでチャンス、打たない、まだ打たない、いやーここで決めてくる、ナイス、ここで先制、黄色チーム1対0。さあ真ん中からいきましょう。さあ中盤戦残り時間があと3分半分、さあワンタッチ、ここもカットが入る、ナイディビブナシボール。さあビブナシム、まずは同点追いついていきたい、右サイドからここは近くに預けて左サイドオープンスペース、縦に速いボール、ヒールでうまい、中央、いやー惜しい、ちょっと長かったが、ないでいい、コーナーキック、あなしか、ごめんなさい、黄色ボールですね、黄色ボール、キーパーからいきましょう。さあ黄色ボールで再開、さあ中央から縦にゴール前に1人、2点が待ち構える、中央ナイス、さあ寄せてくる3人、ナイスでいい、ここはうまく回してくる、いいパス回し、さあ中央からナイディ、さあチャンス、左足、いやー惜しい惜しい、ここはジャストミートできず、しっかりと寄せてくる黄色チーム。さあ中央からは黄色チーム1点リード、さあ右サイドから縦に預けて、ここでカットはビブラシーム、さあつないでいきたい、ナイディ、さあ右サイドに展開、縦に1人、逆サイド曲がってくる、いいボール、ナイス、いやナイスキープ、いやー惜しい、さあ今度は黄色チームカウンター、1対1勝負、うまい、切り返しろ、シュート、こぼれ球ないでいい、カウンター危ない、黄色チーム戻れるか、シュート、いやー強烈カウンター、1人で持ってった、1対1の同点。さあ黄色チーム追いつかれた、いきましょうか。さあ残り時間があと1分と半、さあ左サイド、さあ中央ドリブル、中央ドリブルから中央突破、ワンタッチ、2点が来る、2点が来るか、左足が欲しい、ここはゴールライン、さあキーパーから速いリスタート、右サイド縦に速い上がり、うまいかわしてくるか、ナイディ、ここはナイスディフェンス、そのままゴールライン、黄色ボール。さあ今度は黄色チーム右サイドから長いボール、うまい、いやー惜しい、これはトラップできず、
さあ今度はビブナシチーム左サイド、さあ中央ドリブル、さあ両サイドに1人ずつ、さあここは3枚守りきれるか、黄色チーム右サイドに展開、中央はナイディ、惜しい惜しい。さあ残り時間1分です、残り時間1分。さあ1対1の同点、右サイドから左サイド、さあここは打ってくるか、ナイディ黄色ボール。さあ左サイドから追加点が欲しい、追加点が欲しい両チーム、2点ゴール狙ってくるか、欲しい、ナイスキー、これはキーパー正面。さあ今度は中央、ここは寄せてくる、寄せてくる黄色チーム、ナイボー、これはうまい、2対1チャンス、左足、いやー惜しい、これは枠を捉えきれず。さあ残り30秒、1対1の同点。さあ中央から黄色チーム、ここはドリブルは行かせない、ビブラシチーム前から寄せてくる、ナイスプレス。さあ中央からパスコースがないか、寄せてくる、前から来る、危ない。さあここはどっちが取る、中盤戦、ナイディ、ナイスディフェンス。さあビブラシボール、長いボール、縦にはつながらない。さあチャンス、フリーで左足欲しい、危ない危ない。さあ今度はカウンター、黄色チーム戻りたい。さあ左サイドから切り返して、さあ逆サイドの2人全員で押し上げてくる、右サイドワンタッチ、逆サイドナイスヘッド。さあクリアボール、セカンドボールはビブナシチーム、残り時間あとわずか。さあナイスデイ、さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、ビブナシボール。さあラストワンプレー、1対1、コーナーチャンスはビブナシチーム。さあファーサイドに1人、中央に1人、これはキーパーまで戻して、さあ押し上げてくる。さあラスト1点取った方が勝ち、同点で終わるのか両チーム。さあ左サイドから縦に流れる、ナイスデイ、いやーナイスクリア、ありがとうございます、1対1の同点。じゃあ次2頭3の方ですね、2頭3の方でお願いします。道の方で1名様にバスケットという方いらっしゃいましたら、すいません、ご協力お願いします。キーパスケット1名様いける方いらっしゃいますか。では赤チームキックオフで真ん中からいきましょう。さあ後半の3戦目は赤チーム対ビブナシチームいきましょう。さあまずは赤チームが後ろから ドリブル、いきなり危ない、さあいきなりカウンター、左足、いやーゴール、ナイス。立ち上がりいきなりぶち込まれた、真ん中からいきましょう。立ち上がり15秒、決めてきたのはビブナシチームの外人助っ人、ナイス左足。さあ右サイドから赤チーム追いついていきましょうか、まだ時間がたっぷり欲しい、サイドラインビブラシボール。さあここは左サイド、ナイフワンツー、これは読まれている、ナイスキープ。さあフォローが欲しい、フォローが欲しいところ、逆サイドにいいボール。さあここは中央ドリブルから、さあここはうまい、いやーライディ惜しい、赤ボール。さあ赤チーム右サイド、ここは落ち着いていきましょうか、プレスに来る。さあこれはいいボール、ターンしてドリブル突破、ナイスイ、ナイスディフェンス、コーナーキック。さあ赤チーム左サイドからコーナー、さあこれはカットが入る、ビブナシチームそのままプレス、赤チーム右サイドに展開、ナイス。さあ1対1長いか、ここはキーパー落ち着いて処理。さあクリアボールがつながる、うまい。さあ中央チャンス、左サイドオーバーラップ、ゴール前左ダイレクト、いやナイスキー、ナイスキーパー。さあキーパーからビブナシチーム中央、これは惜しい、これはつながらず、赤ボール。さあ中央から赤チーム、ここは2人で崩してくるのか、中央突破、ナイス左サイド。さあ寄せていきたいビブナシチーム、スルーうまい、ダイレクトワンタッチ中央、さあここは左足、いやこれはキーパー正面、力がなかったか。
さあそのままプレスに来る、プレスに来る、あ、危ない危ない、あとはキーパーだけ、いやこちらもミスから1点。さあ1対1の同点。さあ行きましょう。追いついてきたのは赤チーム、1対1。さあ左サイドビブナシチーム、縦に1人、ナイスディー、ナイスディフェンス。さあ中央からもう一度組み立てが欲しい、ラボーナポストプレー、ナイスワンタッチ、つながる、さあフォローが欲しい、逆サイドつながらない、3対2カウンター。さあ右サイドからダイレクトゴール前、いやワンツーから抜け出してゴール、2対1、ナイスゴール。さあビブラシブ追いついていきましょうか、まだ時間はたっぷりとある。さあ中央からビブナシチーム、左サイドに展開、さあ縦に流れてくる、ナイスボール、さあフォローが欲しい、いやここは足元合わず赤ボール。さあキーパーから左サイド赤チーム、縦に1人、さあ中央フリースペースがある、さあ右サイドここは寄せてくれ、ナイス、早い、さあ2対1、ドリブルからゴール前、これは考えすぎたか。さあ今度は赤ボール左サイド、残り時間が半分、3分、さあ中央ポストプレー、さあここはキープできる、ナイスキープ。さあ中央から左サイド寄せてくる、寄せてくるビブナシチーム、ここは一旦落ち着かせて最終ライン、さあドリブル突破から中央一人で来る、スペースないも、いやー惜しい、これは読まれてる。さあ今度は中央から一旦戻してビブラッシュも組み立ててくる、右サイドフリー、さあ縦には行かせない、ナイスイビブラッシュボール。さあ1対1の同点、追加点どちらのチームが取るのか、右サイド、さあここはカットが入る、うまい、あとはキーパーだけか、ナイスキー、やばない、さあヒール空振り、ナイスイ、ナイスキーパーさあここは落ち着いてビブラッシュが、危ない危ない、ここも勝った、ここも奪い返される。さあカウンター3対2か、左サイドから左足を押し、ナイスシュート、これはバーの上赤ボール。さあ残り時間があと2分、1対1、さあ中央から、さあ間延びしてきたが左サイドから中央、ナイスかわす、うまい、いやー惜しい、ここはつながらず。さあ中央からビブナシチーム、右サイドに展開、フリーで受けて縦にスペース、ナイスカット、ナイディ赤ボール。さあ右サイドから赤チーム、中央ワンタッチ、ワンタッチ、ナイス、ワンタッチつないでくる。さあ左サイドから前に2人、右サイドに展開、さあ寄せていきたいビブナシチーム、スペースがある、ナイディ、さあゴール前は混戦、さあ中央キープ、ナイス、さあここは守りたい、守りたいビブナシチーム、シュート、ナイスディフェンス、固い守り。さあここは中央から押し上げていきたいビブラシブ、さあ最終ラインから右サイドに展開、さあゴール前に1人、長いボール、ナイボール、うまい、左足、いやー惜しい、ここはキーパー1枚上手、ナイス。さあ中央からカウンター3対2、右サイドフリー、シュート、いやーこれは焦ったか、キーパー正面、まだチャンス、赤チーム中央ダイレクト、いやーナイス、ここで追加点赤チーム。さあ2対1、残りが1分、いきましょうビブナシム。さあビブナシム追いつけるか、2対1中央、さあここはゆっくりとつないでくる、さあポストプレーからターンして左サイド、ここは赤チーム行かせない、コースがない、ナイスディフェンス。さあ動いていきたいビブナシム、1点差ないでいい、さあこれがつながってカウンター3対1か、2対2、ゴール前、中央はないでいい、ナイス、さあかき出してコーナーキックは赤チーム、後ろから上がってくる、ダイレクト、ダイレクト、ナイスキーパー、さあカウンターチャンス、勝負、右足くるか、ここは赤チーム戻りが早い、ナイスでいい。さあもう一度組み立て直し、残り時間あとわずか、さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、追いつけるか赤チーム、いやー惜しい、ありがとうございます。ではインターバル入れてからまた1と2からいきましょう。
それではまた1と2の方から始めていきましょうか。赤チームと黄色チームの方、コートライン、お願いします。黄色チームの方もですね、キーパー先ほどの鈴木からでお願いします。で黄色チームキックオフで2周目いきましょうか。それではいきましょう、よろしくお願いします。さあ2周目、先ほどは黄色チーム不運で1人退場、逆転負け、いきましょう。2戦目、さあ赤チーム右サイドから中央走り込んでくる。さあポストプレーからワンタッチ逆サイド、さあここはいいボール縦に預けて、ここはしっかりと寄せてくる。ナイディ、さあもう一度中央ポストプレー、ナイスディフェンス、ナイスディ、硬い守り黄色チーム、ナイスディ。さあここでサイドライン黄色ボール、さあ早いリスタートから戻りたい赤チーム、左サイドシュート、いやー左足振り抜いた、ナイスゴール。さあ行きましょう、赤チームいきなり決めてきたのは黄色チーム、立ち上がり40秒。さあ見せた、これも滑る、おしおし、大丈夫ですか、足元滑りやすいんで気をつけてください。さあ中央から赤チームかわしてくる、ナイス、1人かわして中央ワンタッチ、うまい、ゴール前ナイスクリア。さあカウンターが、ここはしっかりと落ち着いて処理。さあキーパーから赤チーム右サイドに展開、さあ前に2人、中央ポストプレーワンタッチ、左サイドかわしてくる、かわしてくる、ここは足元つかず黄色ボール。さあ黄色チームこの試合も2点ゴール狙ってくるか、中央から左サイドかわしてくる、ナイディ、危ないか、ナイス、どうしか取る、いやナイディ、さあ中央混戦、ここで赤チームがしっかりとキープ、左サイドナイス、さあここはフォローが入る、ここで中央カット、いやまた抜き、うまい、ゴール前キーパー、いやーうまーい、ナイス。さあここで追いついてきたのは赤チーム、1対1の同点シュート、いやー惜しい、これはそのままゴールライン、やかボール。さあ右サイドから赤チーム縦に預けて逆サイド早い上がり、ここでナイスカット、黄色チームしっかりと寄せくる。さあ中央からここもプレス、さあカット、カウンターチャンス、ナイス、左サイド、いや惜しい、で黄色チーム先にキーパー交代しましょう、黄色チーム先にキーパー交代しましょう。さあ行きましょう、赤ボールから立ち上がり終わって1対1の同点。さあ右サイドから中央をつないでくるのは赤チーム、ここも右サイド使ってくる、ドリブル突破させない、ナイスディ、さあ中央から突破してくる、ドリブル左足、ナイスディ、まだある、こぼれ球、ここで、ここで赤チーム、いやーここは足元ちょっと吸いついたか、右サイドに展開、縦に流れて、ここはゴール前誰もいない、黄色チームの速い戻り、赤ボール。さあ最終ラインからスペースがある、中央ナイスディ、さあカウンター2対2か、ここは勝負でくれ、いやー硬い、ナイディ、さあ右サイドダイレクト逆サイド中央ワンタッチ、うまい、さあここは黄色チーム硬いシュート、いやー惜しい、これははるか上ホームラン。さあ黄色チーム中央から長いボールポストプレーワンタッチ、いやー惜しい、これはつながらない、サイドライン赤ボール。さあ、あワンタッチ、ありがとうございます、黄色ボールでいきましょう、右サイドから一旦後ろ、さあゴール前に1人、どこを狙ってくるか、速いボールカット、さあチャンス、3対2戻れるか黄色チーム、ナイボーフリーでダイレクト、いやーこれはサイドネット欲しい、入ったゴール、ゴールじゃないですよね、入りました、入った入った、うわごめんなさい、ごめんなさい、サイドネットかと思いきや追加点、ナイスゴール。さあ赤チームが2対1追加点、さあまだ黄色チームは2点の飛び道具がある、余裕で逆転から、左足危ない、で黄色チームキーパー交代しましょう、黄色チームキーパー交代です。さあ終盤戦いきましょうか、黄色チームまだ1点差、2対1。さあ最終ラインから右サイドに展開、さあ中央から逆サイド、
ゴール前に1人、さあ右サイド、ここも1人ずつマークに来る、誰ですか。さあここは体を入れられて、赤チーム長いスロー、天井プレーオン、背中に当たって赤チームはキープ。さあ中央から右サイド早い上がり、ゴール前危ない、いやー入ってない、これは入ってない、入りましたよね、入ってない、ゴールゴール、ごめんなさい見にくくて。さあ3対1、点差が開く、行きましょう、中央から黄色チーム、さあ行きましょう、中央シュート、いやこれはキーパー正面、赤チームはこれ色の方硬すぎる。さあ黄色チームどんどん打っていきましょう、2点差、ナイスボール、左サイド、いやー惜しい、黄色ボール、さあ黄色チーム早いリスタート見てない、さあ中央から、ここは白で行きたい、ナイスクリア。さあここはキーパーも押し上げてくる、残り時間があと1分、2点差、さあまだ追いつける、中央、いやーこれが繋がらない。さあ今度は赤チーム右サイド、ナイスクリア。さあここは繋いでくる、中央、さあ右サイドから左サイドダイレクト、これはキーパー正面。さあ黄色チーム押し上げていきたい、右サイド、さあ寄せてくる、赤チーム前からのプレゼン、ナイボー、右サイドかわしてくる、うまいシュート、いやー惜しい、このキック。さあ残り時間が30秒、3対1、2点差、来るか、中央、ナイスキーパー。さあキーパーから早いリスタート、ここはキーパー出てくるシュート、いやー惜しい。さあそのままゴールライン終わって赤ボール、さあ右サイドから赤チーム早いボール、中央ターンして1対1勝負、いやー惜しい、右足はポストの横。さあ黄色ボール、残り時間が少ない、ラストワンプレー行きましょう、1点返せるか、さあ2点もある、さあチャンス、ラスト来るか、強引に来る、ナイス、左足、いやー惜しい。ありがとうございます、3対1赤チーム勝利。で次1と3の方ですね、1と3の方です、2の方でキーパーの助っ人1名様、行ける方いらっしゃいました、すいませんご協力お願いします。でビブラシムキックオフで真ん中からいきましょう、さあ行きましょうか、黄色チーム対ビブラシチーム、因縁の対決。さあ中央左足で縦に預けて、ナイス、ナイス、寄せてくる2人、ナイスプレス、ビブラシボール、さあ右サイドが速いリスタート、中央ポストプレー、ナイス、ナイスディフェンス、さあキーパーに預けて左サイド、ナイスクリア。さあ右サイドからはビブラシム中央に預けて、スペースがある、左足、ナイスブロック、サイドライン、さあビブラシボール、さあもう一度中央から組み立て直しはビブラシム、全員が黄色チーム陣内、さあここはしのいでいきたい黄色チーム、中央フリーダイレクト、いやー危ない、ナイスキーパー、クリアボールキャッチしたい、ナイスキー、ナイスキーパー。さあ右サイドから黄色チーム長いボール、ナイス、うまい、ポストプレーから右足、いやーナイスキー、これはキーパー正面、ミドルシュート狙ってくる。さあ中央、ここは一旦切り返して周りを見て逆サイド、さあナイスカット、さあチャンス、さあ1対1、いやーここも早い戻りはビブナシチーム、かわしてくるか惜しい、サイドライン黄色ボール、チャンス、中央ターンしてフリーでゴール前、いやナイスキー、こぼれ球、ナイスイン、さあ早いドリブル、チャンス、右足、いやー左足はポストの横、黄色ボール。さあキーパーからいきましょう。さあ両チーム立ち上がり攻め込んでくる、さあ中央ポストプレー、いい出だし、さあもう一度後ろから長いボール繋がるか、来るか、いやーナイスクリア、危ない、さあキーパーから右サイドはワンタッチ落としてナイスキープ。さあ最初ラインからラボーラ空振り、危ない、さあキルチューチャンス、ここは中央誰もいない、さあ今度は落ち着いていきたい、左サイド縦にナイスデイ、ビブナシボール、
さあ早いリスタート、縦に預けてゴール前守りきれるか、ナイスディナイスディフェンス。さあ今度は左サイドから中央寄せてきた、左足天井プレーオン。さあどちらが取る、黄色チームが抑えられるか、ここもビームラッシュチームがカット。さあ左サイド縦に流して、ここも黄色チーム3枚固い守り、ドリブル突破惜しい、ここでサイドライン。ではキーパー交代しましょう、黄色チームキーパー交代しましょう、黄色チームキーパー交代です。さあ行きましょうか、立ち上がり終わって0対0。さあこの均衡破れるのか、ここはナイスフォロー。さあ右サイドからシュートで来る、味方に当たったかサイドライン。さあ黄色ボール、チャンスは黄色チーム。さあここは中央落として、ナイディナイスディフェンス、黄色ボール。さあもう一度最終ラインから黄色チーム左サイドに展開、いやーこれが長すぎたか、ビブなしボール。さあ右サイドからビブなしチーム、縦に1人早い上がり、これはカット、チャンス中央振り、左足、いやー左足振り抜いた、ナイスゴール、1対0、先制点は黄色チーム。さあ行きましょう、ビブなしチーム追いかける展開、ナイス、危ないナイディ、さあ取れればチャンスか、ナイスフォロー。さあ駆け出してゴール前、ナイスディナイスディ、ここでクリア、うまいナイスディ、ビームラッシュボール。さあ左サイドからビームラッシュチーム追いついていきたい、まだ1点差、ナイスカットナイスディ、左足ナイスブロック、うまい、中央柔らかい。さあここはキープして、いやーここは守りが早い、戻りが早い、ビブラシーブ左サイド縦に預けて、さあ中央走り込んでくる、ドリブルナイディナイスディフェンス。さあ切り足うまい、ターンからの逆サイドフリーで右足、いやナイス追加点、黄色チーム2対0。で黄色チーム先に、ごめんなさい、黄色チーム先にキーパー交代しましょう、黄色チーム先にキーパー交代お願いします。さあ終盤戦残り時間あと2分、いきましょう、さあいきましょう。さあビブラシム2点差、どんどん打っていきたい、打ってくる左足、これは引っかかってゴールライン、黄色ボール。さあ左サイドからは黄色チーム縦に預けて、ここは後ろでキープ、ナイスキープ。さあもう一度最終ラインから前から行きたい、ビブラシム2点差、長いボールはゴールライン、ビブなしボール。さあキーパーから右サイド、ビブなしチーム、ナイスディ。さあビブなしボール、さあ中央に預けて寄せてくる、寄せてくる、ナイスプレッシャー。さあここも寄せてくる、前から来る黄色チーム、まだ攻撃の手を緩めない、ナイス。さあビブなし前1点欲しい、うまい、ここは切り返して1人かわしてゴール前フリー、3点目か、いやーポスト直撃。さあこぼれ球ナイス、ここもセカンドボールは黄色チームが拾う、速いボール、これキーパー、ここも黄色チームセカンドボールキープ。さあビブラシームボールを取りたい、ここでゴールライン、ビブラシボール。さあ残りが30秒、いきましょう、2対0、ビブラシーム1点が欲しい。さあ寄せてくる、1人かわす、うまい、2人かわして3人目来るか、かわしてフォローが欲しい、フォローが欲しい、ナイスディ、ナイスディフェンス。長いボール、これはつながらず。さあキーパーから右サイドワンタッチうまい、落として、ここも戻りが早い。さあこれはつながらない、サイドラインビブラシボール。さあビブラシムここで1点取りたい。さあ左サイドから後ろに預けて右サイド1人、さあゴール前は黄色チームが固い守り、左足コーナーキック。さあ時間がない、黄色チーム、さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、2対0、中央カット危ない。さあラスト長いボール、ライボーラスト、ナイディ、いやーナイスラン。ありがとうございます、黄色チーム勝利、2対0。じゃあ次2と3の方ですね、2と3の方です、1の方でまたキーパースケット1名様行ける方いらっしゃいましたら、すいませんご協力お願いします。
で赤チームキックオフで真ん中から行きましょう。さあ行きましょう。さあ2周目の3戦目は赤チーム対ビブナシチーム。さあまずは中央から赤チーム右サイド、ナイボーナイスカット、赤ボール。さあ右サイドから赤チーム中央、これは通らない。さあ左サイドからドリブル、ドリブル速い。さあ1人で来る中央、ここでカットカウンター。さあここで3対2。さあ両サイドフリーで、逆サイドフリーダイレクト、いやーうまい。これは気持ちいいカウンター、まずは先制。さあ切り替えていきましょうか。立ち上がり30秒決めてきたのは赤チーム。さあビブラシチーム、まずは同点追いつきましょうか。中央ポストプレーからターンして、ここもしっかりとついてくる赤チーム、ないでいい。さあ右サイドオーバーラップ、さあ一旦後ろから押し上げてくる。さあ縦にいいボール、さあ寄せくる左足、いや惜しい。これは振り抜けず。さあキーパーから赤ボール、右サイド中央ポストプレー、ナイス。ここも前は向かせてくれない、ナイス。さあ右サイドから左サイドダイレクトワンツー、いやー惜しい。これはちょっとボールが強すぎたか。さあ中央からビブラシブ、左サイド早い上がり、ナイス、ナイスです。さあここで右サイドフォロー、ナイス。さあここはカットが入るか、ナイス。さあもう一度最終ラインから組み取り直し、プレスに来る、プレスに来る、危ない危ない、ナイス、いやーないでいい。これは大チャンス。さあコーナーキック、一旦後ろからダイレクト、縦に預けてゴール前。さあ打てるか、右足ナイスでいい。ここも固い守り、ビブラシブシュート、いやーポスト直撃惜しい。ビブラシボール、ビブラシボールですね、ポストそのままですよね。サイドから行きましょう、ビブラシボールから再開。さあ中央、さあゆっくりと前向いて長いシュート、いいよナイスキーパー、コーナーキック。さあ右サイドからコーナー行きましょうか。ビブラシチーム、ここで同点追いついておきたいところ。右サイドからコーナー、速いボールカット、さあ速い上がりカウンター、ここはキーパー出てくる、キーパーナイス。さあここでサイドライン赤ボール、さあ赤チーム中央から縦に1人、さあここは危ない危ない、プレスで来る、ナイディナイスか。さあここは中央キープできるか、ナイスディナイスキープ、いやーうまい。さあ中央からカウンター、3対11人で勝負、うまい。右サイドゴール前決めるか、ナイスディ、逆に逆に、いやー前がかりになったところ、ナイス、1対1の同点。さあ追いついてきたビブナシチーム、1対1、中盤ちょうど3分たったの、ナイボー、これは決めるでしょう、いやービブナシチーム1点取って油断したか、あっという間に追加点、赤チーム2対1。さあ中央から左サイドはビブナシチーム、ないでいい。さあここはサイドライン、ビブナシボール、さあ左サイドからダイレクト、左足はこれは枠には飛ばず。さあ赤チームキーパーから行きましょう、1点リード、うまい、これはフォローくる、ないでいい、赤ボール。さあ左サイドから中央、赤チーム縦に流れてくる、右サイドに展開。さあビブナシチーム前からボールを取っていきたい、ナイス、これがつながる、うまい、いやー早い、あっという間に追加点。さあ3対1、打ってくるか、シュート、いやー惜しい、コーナーキック。さあこのチャンスビブナシチームどんどん行きましょう、ここはキーパーがっちりキャッチ。さあ中央から右サイドは赤チーム、2点リード、うまい、中央ダイスか。さあここはチャンスになる、ビブナシチーム一旦後ろ、さあ全員攻撃、4対3、中央からシュート、いやー惜しい、これはつながらず、赤ボール。さあ終盤戦残り時間あと2分、右サイドから中央カット、これはどっちだ、赤チームはキープかわしてくる、うまい、中央突破、ナイス。さあここはビブナシチームが勝利して、中央ポストプレーから右サイド速い上がり、これもしっかりとついてくる、赤チームのいいディフェンス、ナイディ。さあドリブルからカット、危ない、うまい、
かわして、いやー2人目いけず。さあ今度は左サイドからビブラシブ、さあ2点差、3対1追いついていきたいビブラシブ、ナイボール中央カット内でいい。さあ今度は右サイドからカウンター2対1戻りたいビブラシブ、戻れないか、内でいい。さあここはプレオン右サイド、ラボーなサイドライン、赤ボール。さあ残り時間あと1分、3対1、赤チーム2点リード、ビブラシブなんとかしたい右サイド。さあここはついていきたいところ、ナイスキープ。さあ後ろから中央、スペースがある、スペースがある。さあフリーでゴール前中央、いやナイスキーパー、ここはキーパーガチガチ。さあカウンター、一人でカウンター、フォローに来たい、フォローが欲しい。さあ左サイド、ここでようやく上がってくる、ここは一旦後ろ。さあここは長いボール、敵に当たって中央カット。さあキーパーから右サイド、赤チーム内でいい、ナイスディフェンス、赤ボール。さあ残りは30秒、中央から赤チーム右サイドフリー、ゴール前に1人、守りきれるか、内でいい、ナイスディフェンス、サイドラインビブラシュボール。さあラストワンプレーいきましょう、3対1。さあ中央ポストプレー、さあ1点返して終わりましょう、ビブラシチーム3対1、左サイド、さあつながる、うまい、ゴール前ダイレクト、いやー惜しい、ありがとうございます。それではですね、残り1周の前にですね、 MVP の方発表したいと思いますので、一度皆さん中央お集まりください。ありがとうございます。で残り1周の前に MVP 皆さんいるうちに発表させていただきます。本日の MVP、初心者と言いつつ何点取ったの、ナイスナイスファインプレー、おめでとうございます。次回ブラジル大会よく頑張ってくれました、ありがとうございます。で残り1周ですね、また1と2から始めていきますので、軽くインターバル取ってから始めていきましょう。